さささささ始まりました。本日も父さんがお送りするセブンデイズトゥーナイトブリリオンの時間がやってまいりました。こんばんは、ふさおでござい。ちょっと待って、意外に弾速遅いですねこの銃。はい、ということで今回はですね、いつもの、セブンデイズのオブリビオンねやってるサーバー今いるんですけども、なので、私事でございますが、ちょっとね動画が一日空いちゃったかな。あのリアルイベントをつい、最近開催させていただきまして、ちょっとバタバタしておりました。で今日はですね、実は1月の、13日から10日間ほど少し前ですが、私ですね、ワンデスサーバーの PVP、 ワンデス PVP サーバーって言えばいいですかね、をですね、サーバーの構築とかすごい詳しい方にですね、ちょっといろいろとお願いして用意していただいたんですよ。まあテストとしてね、どのぐらいの人数入れるかとかいろいろなことがあったので、サーバー人数はすごい大きい人数耐えれるように大きいサーバーを用意していただいて、で今回ね視聴者さんに声かけさせてもらって、何人で入ったらサーバーがうまく動くかどうかっていうのを、まあテストも兼ねて、たくさんの応募ありがとうございました。でその中から30名ほどね、まず第1弾のテストとしてスタートさせていただいたんですが、無事に30名でもぬるぬる動いたので、で私自身もね参加させてもらったんです。で、まあ、無事に行けたので、今回はですね第2弾のテストプレイサーバーとして、ワンデス PVP のサーバーをですね、今週の1月の28だったかな、からスタート、第2弾スタートしますんで、今日この動画の概要欄にですね、テストプレイ参加してもいいよって方ですね、ワンデスです、PVP のこのサーバーなんですが、概要欄に応募フォームまた貼っときますんで、ご興味ある方はぜひ気軽に参加してください。もうね、初心者の方からもうベテランの方までもうどなたでも構いませんので、全然初心者だから入りづらいとかもう無視して、どっちにしろワンデスなんで、初心者であろうが上級者であろうが、ね、スワイプダッシュとか最初の頃だったらね、ワンチャンありますから。いくらね上級者といえどね、相手が銃持ってって、上級初心者の方が銃持ってて上級者の方がコンボだったら絶対勝てますからね初心者であってもということで、たくさんの方からの応募をお待ちしております。今回の募集枠は前回30人でうまく動いたので、今回の応募枠は50名までで、ちょっとサーバーでやってみようかなって。で50でも動けばどんどん人数を増やしていって、まあ、実際の本チャンプレイ、本番の、ね、サーバー稼働スタートさせる時までには、私100名ぐらいは行きたいなとは思ってるんですけど、まあ、どっちにしろワンデスなんだね。皆さんの、たくさんの応募気軽にね、もうどっちしろ一回入ってもうものの5分10分ぐらいでサーバーリストから名前消えてた人いたんで開始直後なのでもう物は試しに参加していただければなと思います。ということで今回の動画はですね、1月13日のそのワンデス PVP サーバーのワイプ直後、ワイプダッシュを決め込んでいるですね、私の動画撮ってまいりましたんで、そちらをご覧いただこうかなと、少しでもね雰囲気が伝わればと思いますんで、ちょっと久々のワンデスで緊張しまくっててマジ手震えてたんですよ、その時の、私の撮影してきた動画今からご覧ください。それではどうぞ。めちゃめちゃ緊張するな。まだリスト出てこないですね。一応開始時間が6時っぽいんですけど、どうなんだろう。検索の仕方間違えてます私。これでいいはず。名前を入れて検索かけて全部、もう時間ですよ。スタート時間6時。表示されない。じゃあなんかこれ私検索の仕方間違えてて、一人だけ乗り遅れるって嫌じゃないですか。じゃああれなんですよ、ワンデスとか PVP のサーバーってもうワイプダッシュでいかにトレーダーに早く行くかっていうのがポイントだと思ってますんで、私未だに絶対トレーダーで勝っちゃうはずなんですよ。もうちょっと乗り遅れるとトレーダーで出待ちが来ると思うんですよ、トレーダーのね。でトレーダー狩りをされると思うんで、それを防ぎたいから早く最初のチュートリアルをクリアしたいがためにですね、私はですね今ね誰よりも早く、誰よりもサーバーに早く降り立って最速でトレーダーに行ってチェックを受けたいんですけど、あー出ました、来ました。一度死んだら出血死する、ログアウトするしかなくなります。テスト中来ました。行きましょう JP ワンデス PVP サーバー。パスワードですね、パスワードちょっと待ってね、どれだった、ちょっと急いで急いで早く、ちょっと待って、ディスコードに、パスワード記載してあったので、ちょっと、ちょっと待って、パスワード、あれどこだった、ちょっともう今急いで、あれ、よし、はい、はい、はい、よし、これでいいから、あ、入れる、入れますね、設定を受信して読み込んでいます。あー、めっちゃ緊張するそれではよろしくお願いします。マップは確かに 2K。
ちっちゃいんですよね今回はね。ちっちゃくて、だからすごい勢いで接敵すると思うんですけど、さあ始まりましたワールドダウンロード中。やばい、やっぱ緊張すると噛むね、よくね。どう、いやーすげえドキドキする。テストとはいえね、 PVP なんで。さあ皆様よろしくお願いいたします。開始5分で死んだらどうしよう。マジでやられた。始まりました皆さん。やばい、急に緊張し始めた。急に、はっ、よしよしよし、動けます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 。ちょっと急ぐよ急ぐよ急ぐよ。さあ始まりました PVP ワンデスサーバー。あーなんかこのバニラの感じ久々ですね。これ設定は、バニラをお願いしますっていう風にして、おりますので、バニラでいいです。とりあえず布団敷いて、はい、急ぐよ。とりあえずチュートリアルをとっとと終わらせて、コンボマップは 2K だから、どっかのマップっていうよりはマップは違うのかな。ちょっとそこら辺も考えつつですね、まあ、トレーダーまでの距離もマップが小さいってことはすごい遠い場所になるわけじゃないと思いますので、とりあえずダッシュですよね。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。30人一気に入ってきてるのかな。ちょっとそこら辺もまだ分かんないんですけど、とりあえず余裕がないと、はい、で一応ですね、今回はですねサーバーのこの構築者管理者の方、私からお願いして連絡ができますので、で一応私やられた場合は私も管理者側に回ろうかなと思ってます。で管理者側に回って他のいろんなプレイヤーのやつをね覗き見できたらなと、ちょっとそういうのも考えてるんですけど、でもまあ一応はね一回死ぬまでは私はねちょっとこのまま、プレイヤーとして通常通り参加していきたいと思うんですけど、めっちゃ緊張するやないか。ちょっと待てよ、急げ。どうしよう、ドキドキが止まらない。間違えた。強化しずに壊しちゃったブロック。ちょっと待って、冷静じゃいられない。ちょっと冷静にいこう。いやまあ大丈夫、まだ相手もあれですから、もちろんね、コンボですから絶対。今まだ銃持ちっていうのはいないと思うんで、ここはもうちょっと冷静に。接敵したとしても、まあ弓矢か、弓矢だよね今のところ。最速タイム切れんじゃない。わかんない。ここ今どこなんだろう。もうマップが違うだけでもちょっとやっぱ把握できてないのね。石拾ってキャンプファイヤー作って。早くトレーダー、私は今1秒でも早くトレーダー、来たトレーダー、555m。そんな遠くはないな。よし。でも見覚えのあるマップっちゃ見覚えないですね。これバニラっていうかデフォであるマップじゃないな多分。こんな形の湖ないですもんね。とりあえず今のところは人影はないから、まあ本当に後ろとか気をつけながらね、気づいたらふっといたりするんで。あー普通に濡れます、水濡れます。バニラといえどもですよ、表示系はちょっと若干違うな。左の HP とか表示のところあるじゃないですか、レベルの表示とか水分食料ゲージ、あと上の時間と日にち、もう何ですか、 AOE で生活が慣れすぎたのでプレイが。バニラの表示ってどういう風だったかすらもう覚えてないんですけど、あんまり。でもバックパックの持てる量とかは特に変わってるっぽくはないので、まあ、その辺は普通っぽいですね。表示が違うのかな。とりあえずあと 380m、 めちゃ怖いですね。トレーダー多分ね、他のプレイヤーもみんなトレーダー向かってるはずだと思うんで、ちょっとそこより一番最初に行ってなんとか10まで手に入れたいんですけど、まずはトレーダーですね。もう最初はもうハンドガンですらあれば勝てると思うんですよ。あでも弾がないか、なんでもいいんでね、とりあえず飛び道具がないとちょっとやばいので、一旦これ弓矢、やばい、ダメ、ちょっと矢がないわ。セブンデイズの弓矢ってさ、なかなか当たんないじゃないですか。だから私は前半あんまね弓矢使わないんですよ。なるべくコンボで倒して、ゾンビとかねプレイ倒せるなら倒していって、便器の中からハンドガンを手に入れたいんですよね。いつものパターンで。いや怖いな、めっちゃ緊張感あるんですけど。 160m、 よし、私最速じゃないですかこれ。開始どう、5分経った今、3分ぐらいでトレーダーハウスじゃないですか。いやなんだここ、え家、えトレーダーハウス、いやもうちょっと先か、この家の裏側か。ちょっと急いでマジで急ぎたいです、マジで。えどこ、あどこがトレーダーハウス、 50m。あー旗がありました。よし、いやめっちゃ街中やんトレーダーハウス。ありましたトレーダーハウス。よーし、一番乗り、はい、急いで。はトレーダーハウス、ちっさ。ちょ、これトレーダーハウスですよね、オープンであるもん。あっ、近。おお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 お、急がなくちゃいけないし、すげえめっちゃ怖いじゃん。これ一方通行じゃないですか、このトレーダーハウス。
なんだこれ、やばいやばい。ちょっととりあえずアイテムがあるってことは扉も開いてないし大丈夫だよね。オープンって書いてあるしね。やべ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 、これ絶対危ないじゃないですか。これ他のプレイヤー来たら逃げ場ないみたいな感じのトレーダーハウスじゃ。なんだここのトレーダーハウス、やべえぞ。なんだサバカ、あわあすげえ三日月マーク。ちょっと待って、これあれだな、これ昔私オープンサーバーで、あーこの拠点抜いたことあるわ。あーやばい、ちょっと待って、ちょっといろいろと突っ込みたいことあるんですけど、あのあー昔ね、私 PVP サーバーで、あのみんなでね、三日月隊のみんなでここの、この同じような形の、拠点を私抜いたことあるの、レイドしたことあるんですよ。その時に参加していただいてたあの方、がそこからあの詳しくなってっていうくだりがあるんですけど、その方が今回のサーバー管理をお願いしたので、粋な計らいっていうか、良きに計らい、粋な計らいですねこれちょっと待った、あちょっと聞こえたぞ今。待て、聞こえる、やばい、ちょっと矢が作れない、やばい、どうしよう、やばい、来てる、いる、どこだ、ちょっと、やばい、包帯も作れない、いや、いる、あ、ショートするわ、もう来た、もう他のプレイヤーだ、やるか、やんのか、どっちから来る、ちょっと絶対一発入れないとこれまずいな、積極的に来られるピンチ、はい、やんぞ、屈伸して、なんだ平和条約か、へよ、屈伸したぞ向こう、ちょっとやめよう、ちょっと私ちょっと、あ、そう、あ、懐かしい、ちまき、平和の証、ナイスナイス、いって出た、あ、出た、クソ、ゲスプレイだ、ちょっと待って、あいつゲスプレイしようとしてるぞ今、草餅、うわ、一緒一発だった、よし、何が平和条約だ、ここは PVP だ、待て、草、どこだ、HP80、あー、スタミナがない、待て、危ない、ちょっと逃げよう、一回距離を置こう、ちょっと相手も多分私が三撃入れたんで、多分相手も HP 少ないと思うんですよ、だから多分ね怖え、マジ怖え、ちょっと、ね、一回離れようよここ、どうしたふさお、ねえ手の震えが止まらないんですけど、ちょっとなんです、久々すぎてさ超震えが止まんねえから、マジで、あー怖っ、とりあえずマップの端っこの方行ってちょっと落ち着きたいんですよ一回ね、拠点構えて、あーちょっと待って、誰かいるぞ、あ、原人か、やるか、ワンちゃんやるか、原人なら、あ、原人だ、やるか、うわ、屈伸して、あ、もし向こうも屈伸、これちょっとワンちゃんいけんじゃない、草餅持って、はぁ、あ、はぁ、あ、ちょっと、待った、ハンドが持ってる、ハンドビビッと待ちてあいつ今ハンドが持ってたぞ、わかりました今、あっぶんね、追いかけてこないってことは、あれ弾なしか、いや早すぎないですかハンドガン手に入れるの、え、何持ってた、あ、パイプリボルバー、え、パイプピストルかな、わかんない、え、でも構えたよね、でも撃ってこなかったってことは多分弾がなかったのかな、いやもう超怖い、もうマジで、いやもうマジで、早くハンドガン手に入れよう、早くマジで、